続いてご紹介するのは良平さんに選んでいただいた名場面です。それではご覧いただきましょう。どうぞ。いくよ。どうしたの。ここか。足が見えない。実演してもらいたいな。何で。そうですね。いい感じに滑り台が。バカバカバカ。映像を楽しめ。映像を楽しめ。誓った日、あの日、空にもプールにも、僕と春の頭の真上にもたくさんの星が降ってた。すべてが叶う気がした。自由になれた気がしたんだ。でも違ったんだ。やっぱり僕は弱いままだった。行くよは強いよ。みなそこに沈んでももう誰も助けてくれない。だったら自分が強くなるしかない。だから必死で練習して。行くよなら世界を目指せる。世界で戦える。でも僕は強くなれなかったんだ。そんなことない。イクヤは十分強くなったよ。イクヤならイクヤのなりたい自分になれる。星なんかに願わなくても夢は叶うんだ。人魚姫はその声と引き換えに痛みを伴う人間の足を手に入れた。僕は強くなるために心を捨てた。捨てたはずだった。だけど僕は人間にはなれなかった。違う。イクヤは人魚姫なんかじゃない。僕は春みたいに強くはなれない。何が起きた。あらま、この音楽は。七瀬のことなんかもういいだろ。あらあら、あいつのことで苦しんでるイクヤをこれ以上見たくない。僕のことは僕が考える。イクヤは世界を目指せる。イクヤならきっとできる。新しいイクヤになれるんだ。それがイクヤにとって幸せ。何も分かってないくせに勝手なこと言うなよ。らしくないぞ。ごめんね、うちの兄がちょっとうるさいね。なんか今覗きの人いたよね。すごいの見たら。俺でもあんなにやってなかったのに。確かにね。そうですね、ガシャーぐらいでしたね。あの聞くのもまあ野暮ですが、土井さんこちらのシーンはどうして。いやー、やっぱりね、フリーを代表するピュアホワイト日和のやっぱり一番の名シーンといいますか。そうだったんだ。いや、なんかこう改めて振り返ってみても、なんかこう不吉祥な二人だなっていうのがすごく可愛くて、このシーンが可愛いっていうか、なんか自分の頃もなんか似たようなことあったなっていうかさ、そのうまくできないっていうか、すごく目的がはっきりあるんだと思うんですよね。あの日和にしてもイクヤにしても、だけどそこを目指すためにじゃあどうすればいいかって考えた時に、なぜかその目的よりもそのための手段の方を大事に選んじゃうっていうか、日和だってね、イクヤをそうしたいならもうちょっと他にやりようあるはずだし、イクヤだって多分ね、上を目指したいんなら、でも別になんつうのかな、その意地張って強くなろうとすることが、ひょっとしたらその当時の寂しさとかもつながって、それをごまかすためにそうすることが僕のベストなんだって思い込もうとしているところもあるのかなとか思いつつ、でもうそれをずっと意地張って突っ張っていくと、最終的に今のシーンみたいな、なんていうの、本当は目的違うからさ、それじゃ叶わないことだからぶつかり合っちゃうわけじゃないですか。それがなんかこう前に進む過程をすごくここで見れたような気がして、演じててもじれったいんだけど、なんか楽しかったなっていうシーンでしたね、うん、いや、アフレコの時に2人の後ろ姿をこう見ててもすごい素敵だなって思ってて、え、うちはどうでした。まあそうですね、あの日和今回というかもうちょっと前の映画の方から謎の人物として現れてきて、最初やっぱりね、劣化コピーとかすごい派手なね、あのセリフもあって、
アフレコ現場でもヤバいやつみたいな印象で結構みんなで言ってたけど、なんか徐々に過去とか描かれてきたり、あの郁也との関係がちゃんとこう描かれていくに従って、あ、日和にも日和の事情があったんだなっていうところで、まあ今回のシーンにもつながるようなのが描かれてきて、本当なんか日和という人物が本当にここに至るまで、そしてこのシーンの後も含めてよく分かったところの中でのやっぱり印象的なシーンの一つですよね。滑り台ってこんな使い方あったんだってそこにしちゃう？京都アニメーションすごいなって、すごいっすね、縦軸あのやっぱピックアップしてるじゃん、でも俯瞰でも見てみたいよね。あー確かに手でこう下ろしてさそんな大したことは起きてないはずだちょっと物の弾みで滑ってつるつるみたいな。でも描くところを絞るとああ見えるんだって。そうですねびっくりしてすごいなと思いました、はい、そうですね、はい、機会があったら今日リアルで見られたらいいな。はい、ということで洋平さんが選んだ名場面でした。あるよ滑り台。そうあるんでね、滑り台あるよ、あるよあるよあるよ。マジで俺が振られる未来しか見えないから本当にやめてじゃあやるって言ってやだよって言われる未来しか見えない。うちはやってくれるよ、ね、続いてはい信長行け